お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのデッキと見せかけて、こちらのね、はい、スペル削りデッキを紹介していきたいなと思います。あのクロスの枠がもうクイクになっただけですね。前にもね多分ポイズン型で一度紹介したことがあると思うんですが、今ねクイクがめちゃくちゃ強い。3コスでマルチだとね297相手のタワーを削るので、まあ、ロケット538でこう、まあ、ロケットよりもコスパがいいっていう感じでね、もうクエイクがめちゃくちゃね、タワー削りで優秀です、スペル削りで優秀ですというわけでクエイクになったこの方でやっていきます。ロケットクエイクが入ってるってやばいっすよね。なんかやばいっすよね語彙力がなさすぎるんですけど、まあとりあえずねもう簡単に説明すると守ればいいだけっすね。守るだけで勝てるデッキなので、まあ結構シンプルなね、はい、デッキです。というわけで一つねちょっと告知をここでさせていただくんですけども、クラロワコロシアムでね久々に出演させていただきます。はねはねさんとねボンジュールさんと、共演させていただきます。20時半ですね、2月8日8日、月曜日から、ミルダムクラロワ公式アカウントにて行われますので、概要欄にねミルダム公式アカウント、はい、配信されるアカウント貼っておきますので、ぜひねまあ要チェックよろしくお願いいたしますと、まあ、いうわけで久々のねクラロワコロシアムに出ますので、ぜひねあの皆さんチェックしてねっていう感じです。はい、まあ、というわけでね、まあ、知らない方のために軽く説明しますと、まあ、防衛側、まあ、守る側が3人いて、それをね、チャレンジする人がい、まあ、いろいろ待ち受けてるわけというか募集したりして、そのチャレンジャーを僕らは、こう、まあ、ぶっ倒す。はい、そんな企画ですね。なので、こう3連敗3人、ボンさん、僕、花根さんが3連敗してしまうと、そのチャレンジャーに賞金みたいなものがね、入る。そういった企画でございます。まあ、賞金みたいというか、賞金ですね。さあ、相手がおしゃれな、コウモリ逆サイ、マスケット、コウモリか。なんかこの、ちょっと嫌っすね。いやー、これやばい。いやー、痛すぎる。いや、これ逆サイオールブレイカーとか。痛すぎる。メガナイトボールブレーカーと当たっちゃいましたね。メガナイトボールブレーカーいるっていう、久々に見たな。しかもなんかゴブコウモリっていう、なかなか僕としてはこう厄介なね、まあ、デッキ編成なんですけど、まあ頑張ろうかな。これはね、まあマスケットがきついですね僕は。でじゃあどうやったら勝つのってとこなんですけど、キング起動ですね。いやナイトがめっちゃ入ってる、優秀か。相手のディガーまだ有能キング起動してしまえば僕は結構流れが来ると思うんですけど、そこできないってなると結構やばいかなっていう感じかな。さあトルネ俺使った後だっけ、あートルネ使った後だからディガーの位置がね相手はちょっと内側でねいい位置なん、これケツメガナイトだと思いたいが違う。ゴブリンケツメガかな相手、これ後ろからメガナイトで組むしか多分勝てないと思うんですけど僕に。あ、待って違う違う違う、バカバカバカ、いや待って、変なミスある、変なミス、もったいなすぎる。これクイクで一回削った方がいいですね。多分削りで勝とうとした場合に削ってないときつくなる。うん、でさあこれはちょっと気持ちおいしい。うん、これ取るね。いや、あいつやべえっすよ。みんな気づいてました、この、ディガー。こいつやばいんですよね。こいつのダメージがね、痛すぎるな。だから、もう右側基本ほぼ無視、かつ、左をね、どう削っていこうかみたいな。僕もスペルでしか削れないので、もう守るしかないんですね。いや、これ無理やりでも行っていい。OK。いや、キング起動したら全然ある。これね、あるっすよ。あと1800で、僕なんと、スペル圏内が、あれなんですよ。やばいことに、1010なんですよ。1070までいけば僕のスペル圏内なので、やばいことに。やばいことに1070でスペル圏内なので、これも全部無視。まあ無視はできないけど、無視ぐらいがちょうどいい、まだある。さて、ほどほどに守り、クエイクで削る。よしよし。いや、いい。相手こっから。いや、これ、始めがないときそうだけど、どうなんだろうな、これ。来んのかな、ちょっと来そう。いやそっちか。うん、ウッドで下げて、いや右共有できる、左だな。
飛ぶな。おっさん飛ぶな。いや、いい。ヤイウィズ頑張れる。いや、いいな、千。いやー、と、ちょっと待って、千十なんですよ。千十がスプレ圏内なんですね、僕。ちょっと低めがいいな。千十だからな。千十ならいけるっしょ。いや、ザップ避けた。いや、でけえ、でけえ、でけえ。起きた。千十でしょ。グッと。来た、こっからスプレ4枚回したら俺の勝ちっす。ロケ、スケ、トルネ、クエイク、ウッド、来た。これで、頼む、耐えてくれ。うわー、あれ？あ、まあ、千十が4つなので、まあ、それより削ってたので、ギリね。あぶねえ、これ、難易度鬼っすよ、マジで。マスケとかやばいっすから。でも、まあ、結構、何にでも勝てはするんすよね。こんな感じですが、まあ、とりあえず大変。まあ、守るだけです。守るだけなんですけど、大変っていうね、デッキです。いや、まあ、おもろいんでね。しかも、先住が、なんか、スペル圏内っていうのが、ちょっとね、新しくて、こう、なんか、普通のデッキって、うわ、待って、ちょうどない。あ、これ、あれ知ってる。これ、クローンっすよ、これ。クローン来るよ。いや、来ないかーい。あ、クローン。あ、しまった。クローンでしたね、ほら。なんか、このデッキ見たことあるんですよ。なんかすごいんですよ。端前、バルーンスケバレめっちゃしてきて、この人。もうクローンしてくるんですよ。なんかすごい、面白いね。スケバレバルーンデッキですね。まあ、僕はまあ、クエイクと、あとテスラトルになるんで、さすがにこれは勝てるんじゃねえと思ってはいますが。まあどうでしょうか。で、さっきの話なんですけど、こう、普通はね、相手のターガーって100何歩とか200とかになったら、あ、ファイボ圏内だとか、まあなんかライトニング圏内だとかあるんですけど、僕の場合も1000でこうスペル圏内っていうね、こうなんか異次元な領域なので、よいしょ、まあ、テスラ先行きかな。こう相手もちょっと、ね、余裕ぶってるんですよ。まあ、1000あるからまだ大丈夫かって感じなんですよね、普通はね。なんですが、1000行った瞬間に僕の勝ちが決定してしまうので、ぶっちゃけね。え？みたいな。相手からしたら、え？もう負けたの俺みたいな。びっくりですね、相手も。よいしょ、さあここはロケで。やばい、これクローン来そう。いやー、オッケー、でかい。これは神相性か。もしかしたら神相性だな。まあ今、インドラ事故と、あとクローン事故ですが、先置きテスラはちょっとバルーン基本的には釣れないので、ルート強制されてしまうと、まあ、そうなるとちょっと怖いのかな。どうだろう。余裕か余裕説もあるが。先置きでもいいっすよね。トルネで寄せればいいだけですもんね。サクエクで削ってきまーす。これで300、まあ、297パズドラ。で、インドラにアイウィズはね、あんま出したくない気がする。逆サイズケバレバルーン。うん、ケツ。いや、新しいパターン来ましたね。僕は、あ、ファイボまであんの。なるほどね。ファイボまである。さあ、これちょっとテスラで寄せちゃえばいいんじゃない？絶対寄る。いや、テスラダブルテスリング？あ、これ待って、クローンあるな。さて、ワンチャン狙ってる？来るぞ。バレてる。よし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 。え、待って待って、爆破やばすぎ？ちょっと待って、爆破がやばい。バルーンバックはやばいなと。あと、インドラがね、地味になんか嫌なんですよね、インドラが。よし。で、これ、アイビズ出した方がいいっすね。あれでもガイド、クローン。あ、クローンでテスラに寄らないようにみたいな。しようとしたんですかね。これバルーンの爆破も入れたくないな。いや、入るか？待って、バルーンの爆破入ったらちょっとやばいけど、ロケとクエイクで削る。で、これまあ、最初からでもいいんですけど、キング当てていいっすよ、スペル別に。ぶっちゃけね。いや、このテスラさえ残ってしまえば、オッケーオッケー。いや、さすがに突破できないだろ。オッケーオッケーで、千十だから、もう一個スペル打ってからかな。うん、千十を削り切るのはもう一個後なので、まあ、クエイクぐらいなら打っていい気もする。で、ちょっとテスラ高めの方が、あのインドラもついでに処理できそうだな。で、これちょっと延命した方がいいですね。オッケーオッケー。ここ延命してしまえば、一応トルネでクローン警戒しつつ、ん？やばい、待って。ちょっとやばい、新しい。うわ、やばい。これ絶対クローン来るんで、一応ロケ打ちますね。あぶねー。ほら。で、あれ？僕でもスペル圏内なんですよ、あれ。でもスペル、千十しか覚えてなくてさ。まあ、ウッド打っても良さそうだな。相手、諦めてはない。
そう、あとロケット圏内。いや待って、これワンチャン危ない。いやー危ねえ。いやこれそんな押されるって、多分神相性なんですよ。神相性なんですけど、なんかクローンがなんかびっくりすぎて、てかなんかバルーン爆破が370ぐらいなんですっけ一発。いやなんか全然覚えてないんですけど、373ですよね。じゃあ272で395か。やば、めっちゃ高いですね。だから2個食らうと800バルーンのバルーン届いてないのに800ダメージ受けるんで、あ、それが痛かったんですね。なるほどね。やばいですね。バルーンスケバレクローンはちょっと新しい。まあ、そんな感じの戦術でしたが、まあこのスペル削りデッキの前には、まあまあまあそんなね、活躍せず。いや、これ初手取るね、あったらキング起動でしたね。なかなかサイクルが噛み合ってないな、今日。バルキリーユーノ。メガナイトプリンスウィザードバルキリーユーノランババルーンとか。そんな感じがしますよね、やっぱり。フリーズとか。いや、これやばいかな。いや、これちょっとやばい。やばい気がする。やめてくれ。なんもしないで相手。いやー。レイジでしたね。まあなんかあの、バルキリーとかなんかそういうの見れたら、なんか基本的にそういう敵よくいるんですよね。命中しましたね。バルーンでしたね。ランバブルーンと思いきやレイジバルーン。三角か、まあ、ウィザードぐらい入ってるんじゃね。で、クエイクなんかなんとなく後ろにやっとけば、後ろからこう、エレキとかマスケとか、まあなんならゴブリンとか出てきた時にたまたま処理してくれるんでね。優秀です。うわ、すごい。すごい。すごい。ちょっとウッとした方がいいですね。ちょっと怖い。いやー、ここでテスラ壊されるとバルーンサンガゴレージ食っちゃうんですよね、また。まあ、バルーンサンガゴは僕がロケ持ってるの、彼というか、このお相手さん知らないと思うので、バルーンサンガゴ来ると思うんですよね、僕。いや、来ない。一回置いてくるか。いや、来るはずなんですけどね、絶対。今、施設サイト後で。それか、ロケだと思ってるとかですかね。いや、来ない。いや、めちゃくちゃ待ってくんな。いや、これ、ちょっとだけ、ダメージ痛そう。このスケで、弾を避けたかったんですけど、どうだろう。スケいらなかったかな。エリババ?エリバババルーン?エリバババルーンって結構やばくないですか?皆さん。こういうデッキがもう一番きつい、ぶっちゃけ。まあまあまあ。まあ次、またテスラが回ってる。地味に回転早いのいいですね。逆サイバルーン来てもまあロケもあるし、テスラもあるし。さあ、謎に後半からキングを当てていくっていうね。最初から当てやっていう。まあスペル削りがバレないためっていうのはありますけどね。あ、待って、やばい。これ、壊れちゃうな、多分。キング、吸う前に、あ、待って。え?やばいやばいやばい。お、え?ラッキー?え?待って、なんで?たまにやりますよね、なんか。バルーンの、なんか、たまたま爆、落とさないみたいな。いや、読みザップ来そう。よしよし。で、まあ、トルネでしっかり集めて、いや、これちょっと、言うの嫌ですね。右サイドちょっと嫌っすね。早めになんかキング起動してえな。全然できねえ。相手のザップがうまいんですね。マジさっきから。なんかいい感じのザップされてる気がします。はい、クエイク。で、先住で勝ち確なので、まあ、もうちょっとですね。もう一回クエイク打てば勝ちなんじゃねみたいな。そんな感じを思いつつ、逆サイエリババすごい来そうだなとかも考えつつ、エリババにはワンチャンロケットだなとかも考えつつ、これちょっとやばいか。やばい。ごめん。よしよしよし。いや、いい。あ、You know? あ、テスラ !You know! さあ、1030。あ、来ました。1010で勝ちでしょ?これ、300。あ、クエイク打って、はい、スペル圏内グッドゲームはい、こっから、一回守るか。いや、守んなくても、まあ、ぶっちゃけいいですけど、正直ね。正直守んなくてもいいけど、一応ね、念のため、守ります。やばい、待って待って待って、ほんとやばい。待って待って、ほんと、やばい、待って待って。待って待って、え?やばい。待って、スペル?待って待って、飛んでくんだ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 。待って、やばい。はい。はい。待って、撃っと、撃っとけない、撃っとけない、撃っとけない。撃っとけない、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 撃っとけない。待って、撃っとか?待って待って、あれ?待って待って待って、最後最後最後、え?ちょっと待って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 。え?待って、俺、撃っとかなんか、やばかったっすね、最後。左手で
ポトンって触ったら、あ、やっちゃったっすね。うわ、価値格でしたよ。マジ？はい、あの、まあ、そんなわけで、マジで、やっちゃったっすね。あれをやった、調子乗った時ほど、マジで負ける。いや、マジでやったっすね。本当に。ごめんなさい。あれは、マジで勝たなきゃいけなかった。普通に多分相性も悪くなそうだったし、なんたって、エリババでしたからね。エリババに負けるのは、さすがに泣く。まあそんなわけでちょっとね、気を取り直してここ勝てたらいいなと思います。コカッちゃんですね。コカッちゃんはこれ、僕の負けるパターンは端前プリンでめっちゃダメージ稼がれると結構苦しいんですよね。あの、相手のロケットに対して僕もロケットで、相手のゴブリンパレルに対しては僕ウッドがあるんですけど、まあウッドかま取るね。この端前プリンがやばいんですよ。これをね、警戒しすぎるとコスト無駄にして負けるし、警戒しないとこのプリンのダメージで負けるんですよね。だからどうしろっていうそんな感じのね、試合になると思います。なんでロケとかもうできるだけなんかスペルで頑張りたいかな。あとはアイスイーズとかナイトとかあんま出したくないな。なんかスケとかで回転早めでなんか回してスペル削りをしたいんですけど、これ端前ですら置いとってもいいのかな。プリンが嫌すぎるんですよ、マジ。僕の負けるマジプリンしかないんですからね、負けるパターン。さあ、枯渇デッキも最近すごいね、強いんですが、ここまあクエイクとワンチャン取るね。いや、取るにはやりすぎか。プリンセス処理の取るにならいい気もしないこともないけど、いや、ワンチャンありか。ワンチャンあり、削る、削ることだけを考えて、さすがにここにウッドは打てないで、ウッド打って、で、クエイクかな。ロケはね、まあ、ロケでもいいけど、ロケよりはクエイクなのかな、わかんねえ。さあ、姉妹プリン来んな、こんなんも。来る顔してるだろう、来いよいや、これやばいっすね、この。これがね、プリンセスの強いところっすよね。後出しできるっていうね。相手が読んできたら出さない。で、いろいろね、調整できる。いや、この、いやー、バレリテ。一発だけ。もう、ロケと、あれがあるものの、ちょっとね、普通に負けそう。相手のね、回転が早いのがちょっと嫌。いや、アイビズ一発入る、でかい。これでも、僕ずっと警戒してるかな。よいしょ。あ、逆。相手でも、そっちの、そっち削っても、こっちを削りきれなかったら意味ないですよね、相手。どうなんだろう。初めプリン咲いた、でけえ。さあ、いや、どっちが早いんだこれ。いや、邪魔だな、なんかカードが。低コストで回したい。低コストで回してロケ。いや、これ、あれ、これロケ届かないよな、5538538538。いやー、でけえ、危なすぎる。まあ、初めプリンっすね、マジで。はい、そんなわけでね、ちょっとこう、もう僕のテンションが持たないですね。エリババに負けるわ、姉妹プリンと戦い続けるわで、ちょっとね、あの、まあ、おもろいデッキではありますね。大変なんですけど、おもろいので、ぜひね、はい、戦中がスペル圏内。皆さんもぜひね、スペルダメージを覚えることをおすすめします。それだけでね、あ、これスペル、ファイボとウッドで落ちるねとか分かれば、それだけでね、勝率も上がると思いますので、ぜひ皆さんもね、スペルダメージ把握、してみてはいかがでしょうか。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。